どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、Amazon でお得に利用できる方法解説ということでやっていきたいというふうに思います。こちらですね、先日動画のコミュニティ欄ですね、発信させていただいたわけなんですけども、解説リクエストね来ましたので、解説ねやっていきたいというふうに思います。今回のね、 Amazon でお得に購入する方法についてはですね、 ANA マイル、JAL マイルについても貯めることができるっていった形になっておりますので、Amazon利用されている方でマイルね貯められている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。まず今回のやり方に関してなんですけども、まずね必要なアカウントが3つほどあります。まずですね、銀行口座の送金アプリであるプリンってありますよね。こちら私の動画でね解説もさせていただいたことあるわけなんですけども、こちらのアカウントがまず必要というふうになります。でですね、リーギフトのアカウントが必要になります。まあ、このリーギフトっていうのはですね、まあ、ポイント交換サイトみたいなものなんですけども、こちら運営している会社はですね、ポイントサイト、ポイントインカムってありますよね。こちらと同じ会社がですね運営しているポイント交換サイトっていった感じになっておりまして、こちらのアカウントが必要になります。またですね、ポイントサイト、ポイントインカムのねアカウントも必須というふうになりますんで、この3つがね必要というふうになりますんで、利用されたい方はですね、概要欄に URL 貼っておきますので、そちらね利用していただければなというふうに思います。どれもね簡単に登録することができますので、こちらの登録方法についてはですね割愛させていただきたいなというふうに思います。ではまず大まかな全体の流れなんですけども、銀行口座送金アプリであるプリンからポイントインカム経由でリーギフトにチャージしていただきます。でですね、チャージしたリーギフトから JCB プレモのデジタル版をね購入していただくっていった形になっておりまして、そこからですね JAL マイレージモール経由で Amazon ギフトのチャージ型を JCB プレモデジタルで購入していただくっていった流れになっております。そうするとですね、5万円分のね Amazon ギフト券を購入すると5万3500円分とプラス250 JAL マイルになるんですよね。結構すごいかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、今回はねこの流れをね紹介していきたいなというふうに思います。でですね、どこでねポイントが付与されていくのかっていう話なんですけども、5万円分のね Amazon ギフト券を購入するというふうになるわけなんですけども、プリンからですねリーギフトに交換する際にポイントサイト、ポイントインカムをね経由しているということで、ここでね 1% の還元が受けられます。ですのでここでね500円分のポイントがねもらえるっていった形になります。次にですね、チャージした金額をリーギフトでね JCB プレモに交換するわけなんですけども、ここでね 4% の還元が取れます。ということで5万円分の 4% というふうになりますので、ここでね2000円分が獲得できるっていった形になります。でですね、ここでちょっと注意が必要なんですけども、この 4% 還元っていうのはねもらえるのは1月31日までっていうふうになりますんで、1月いっぱいはねこの 4% 還元で5万円分ね交換すると2000円分がねもらえるわけなんですけども、2月1日以降はですね 2% 還元っていうふうになりますんで、ここはね1000ポイントっていった形になります。でですね、リーギフトから JCB プレモデジタル版にね交換していただくわけなんですけども、ここに交換した後ですね、 JAL マイレージモール経由でですね Amazon ギフト券を5万円分ね購入していただくんですよね。でこの購入する際にですね JCB プレモで決済するっていった形になります。でですね、 JAL マイレージモールに関しては経由してね Amazon ギフト券を購入するだけでですね 0.5% 還元を受けることができますので、ここでね250マイルがね獲得できるっていった形になります。またですね、 Amazon ギフト券チャージ型をね購入するわけなんですけども、ここでもですね 2% の還元が取れるというふうになりますので、 Amazon プライム会員の方はですね1000ポイント獲得できるわけなんですけども、プライム会員でない方はですねここは750ポイントがねもらえるっていった形になっております。合計するとですね Amazon ギフト券
券を5万円購入するとですね、プラス3500円分とプラス250ジャルマイルがね獲得することができるっていった感じになるんですよね。2月以降に関しては 4% 還元が 2% 還元に落ちますので、2500円分のポイントプラス250ジャルマイルがね獲得できるわけなんですよね。かなりねすごいのではないのかなというふうに思っております。またですね、今回は Amazon ギフト券をね5万円分購入して53,500円、もしくは52,500円プラス250ジャルマイルがね獲得できるわけなんですけども、購入したね Amazon ギフト券はいつかね利用するわけなんですけども、その利用する際もですね、 ANA マイルが欲しい方に関しては ANA クレジットカードの Visa マスターをね保有されている方は、三井住友カードがね運営しているポイントアップモールってありますよね、こちらを経由して Amazon で Amazon ギフト券でね購入した場合であってもポイントアップモールの還元ね受けることができますし、またね JAL マイルが欲しい方であればですね、 JAL マイレージモールをね経由して Amazon ギフト券でね商品購入した場合であってもですね、マイルがねもらえるっていった形になりますので、この方法もねぜひ覚えておいていただけたらなというふうに思います。いやかなりねすごいのではないのかなというふうに思っておりまして、またね今回紹介させているこの方法に関しては繰り返して利用することができるっていった形になりますので、Amazon ですねヘビーユーザーの方はですね、3500円ね取れるのは1月いっぱいっていう風になりますんで、年間ねかなり利用されている方であればですね、ある程度ね今回の方法を繰り返していただいてチャージしていただくのもねいいのかなという風に思っております。またですね、こちらは2月の28日までなんですけども、 JAL はですね JAL のビザカード、またね JAL カードの東急ポイントクラブ級ビザをね保有されている方はキャンペーンをやっていてですね、こちらエントリーすれば Amazon ギフト券ね購入する際もですね200円で4マイルね貯まりますので、もしね対象のクレジットカードね保有されている方はですね、キャンペーンエントリーしていただいて購入していただくとですね、さらにね JAL マイル貯めることができますんで、こちらのキャンペーンのねページに関しては動画の概要欄にね載せておきますので、こちらねエントリーして利用してみていただけたらなというふうに思います。それではね実際にねやっていきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずねポイントサイトポイントインカムでリーギフトのね案件を探していただくんですけども、こちらねスマートフォンじゃないと案件出てこないようになっているみたいなので、もしね利用される方はスマートフォンでねやっていただけたらなというふうに思います。それではね実際にやっていきたいと思います。まずですねポイントサイトポイントインカムでリーギフトね検索していただいて、リーギフトの方にね飛んでいただきます。そうするとですね、プリンからねチャージが出てくると思いますので、こちらねクリックしていただきます。こんな感じですね、5万円ポイントチャージで今だけ 4% 還元っていうのはね表示されているかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、今回ね5万円ということで、こちら5万円以上ねポイント増量しておりませんので、この点はね覚えておいていただけたらなというふうに思います。でですね、この画面でポイントチャージをねクリックしていただくとプリンがね出てきますんで、プリンをね開いていただきます。でですね、こちらでプリンねチャージしていただくわけなんですけども、プリンからリーギフトにねチャージする際なんですけども、リーギフトの方でですね秘密の質問っていうのをね、答える画面になりますんで、こちらね答えて次の画面に行きます。でですね、秘密の質問を答えるとですねチャージ金額詳細っていうのがね出てきますんで、今回私はですね支払い金額1万円ということで1万円分ねチャージしておりますんで、1万円が表示されております。でですね、還元ポイントということで400ポイントがねもらえております。でですね、プラス100ポイントね入ってると思うんですけども、まあ、こちらはですね新規登録でもらえたポイントっていう風になりますんで、全部でね1万500ポイントがね入っているっていった形になっております。でですね、利用規約に同意して決済するっていうボタンを押すとですねチャージ完了っていった形になっております。そうするとですね決済が完了しましたっていうね画面が出ておりまして、合計ポイントが1万500ポイントにねなってるのが確認できるかなという風に思います。でですね、下の方に交換するっていうのがありますよね。次にこちらをねクリックしていただきます。でですね、交換するを押していただくと交換画面にねなると思いますので、このままね下の方に行くとですね JCB プレモデジタルっていうのがねあるかなというふうに思いますので、こちらをねクリックしていただきます。でですね、次の画面行っていただくとポイント交換のね金額が決められる画面になりますので、ここでね金額を決めていただきます。
でですね、私は今回ね1万円分チャージしておりますんで1万円ねチャージしていきたいというふうに思います。でですね、私ね1万500ポイントあるわけなんですけども、こちら1万500ポイントとかねそういう数字が選べないっていった形になりますんで、もしね端数もチャージしたい場合はですね繰り返してねやっていただければなというふうに思います。でですね、下の確認画面へっていうねボタンをクリックしていただいて、金額のご確認ということで確認画面が表示されます。でですね、利用規約に同意して交換するをね押していただきます。そうするとですね JCB プレモデジタルがねポイント交換完了ということで、こんな感じのね画面になります。それでは次にですね、 JAL マイレージモール経由でですね Amazon ギフト券をね購入していくわけなんですけども、まずね JAL マイレージパークを開いていただいて、このキーワードのところにですね Amazon って入れましょうか。そうするとね Amazon 出てくると思いますんで、こちらをねクリックしていただけます。で次のページ行っていただいて、下の方にね amazon.co.jp へっていうのがねあると思いますんで、こちらでね Amazon の方に飛びます。でですね、 Amazon ギフト券の購入画面に行ったらですね、 Amazon ギフト券チャージタイプを購入するをねクリックしていただきます。そうするとね Amazon ギフト券残高に直接入金するっていうのがね出てくると思うわけなんですけども、ここでね金額を入れていただいて今すぐ購入をね押していただきます。私はね1万円でしたので1万円ね記入して今すぐ購入をクリックします。そうするとですね、最初にねクレジットカードがね上にババーって出てくると思うんですけども、ここでねちょっと注意が必要なんですけども、ここでねクレジットカードを選んじゃうと普通にクレジットカード決済になってしまいますんで、ここね注意してくださいね。連打して次にね行かないようにしてください。でですね、下の方に行っていただくとコンビニ ATM ネットバンキング電子マネー支払いっていうのはねあると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。でですね、次のページ行っていただいて注文をね確定していただきます。で注文を確定するとですね、ありがとうございます、注文確かに確定されましたということで、こちらね登録のメールアドレスにですね注文の明細が来ますので、こちらでですねJCB プレモデジタルですね支払いを完了させるっていった形になります。でですね、こちら実際のねメールなわけなんですけども、お支払い方法別の手順っていうねところにリンクがねついていると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、支払い方法選択っていうのはね出てくると思いますんで、ここにね金額等々がね全部書いてあるわけなんですけども、こちらはですね下の方に行っていただくと電子マネーのところにですね楽天エディ、モバイルスイカ、JCB プレモっていうのがねあると思いますんで、こちらでね JCB プレモをですね選択していただきます。でですね、 JCB プレモを選択していただくとこちらの画面になるわけなんですけども、 JCB プレモ情報ということでカード番号16桁認証番号8桁っていうのがね入力する欄があると思いますんで、こちらの画面までねまず行っていただきます。そしたらですね、またね D ギフトの方に戻っていただいて、先ほどね購入完了画面がね出てると思いますんで、こちらの下の方にですねギフトコードを登録するっていうねボタンがあると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、 JCB プレモデジタルのね利用規約に同意がね必要になりますんで、こちらね同意していきます。そうするとですね、次のページでカード番号とですね認証番号がね表示されるっていった形になります。これをですねコピーしていただいて Amazon のね支払い画面にペーストしていただくっていった形になります。まあこんな感じでですね、コピーしてねペーストしていただければですね利用できるっていった形になります。でですね、コピペ終わったらですね支払いをクリックしていただきます。そうするとですね、支払い内容ということで決算完了のお知らせがね出るかなというふうに思いますんで、こちらでね支払い完了っていった形になっております。でですね、 Amazon のマイページに行っていただくとですね、ギフトカードの残高がですねこんな感じで1万円ね増えているっていった形になっておりまして、私はね1万500円分ね繰り返してしまいましたので1万514円っていう風になっているわけなんですけども、まあこれでねチャージが完了できたっていった形になります。こんな感じでねやるわけなんですけども、最初はですねちょっとね難しいかもしれないんですけども、これもね慣れてくればねそこまでね難しくないかなっていう風に思いますので、Amazon ね利用されている方はですねぜひね利用してみていただけたらなっていう風に思います。
それでは最後に注意事項に関してなんですけども、ポイントサイトポイントインカムからリーギフトにねチャージして、まあ、今回5万円利用するわけなんで 1% でね500ポイントねもらえるわけなんですけども、他のポイントね全部 Amazon に行くもしくは JAL マイルなんですけども、ここでもらえるポイントっていうのはですね、付与されるのがポイントインカムの方にね付与されるっていった形になりますんで、こちらはですね付与された後ご自身でね移行していただく必要がありますんで、この点はね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。もちろんねポイントインカムに付与されているというふうになりますんで、 ANA マイルにも JAL マイルにも交換することができますし、 Amazon ギフト券現金とかにもね交換することができますので、お好みで OK なわけなんですけども、ポイント付与後にですねご自身で移行していただく必要がありますんで、この点はね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね Amazon をお得にね利用する方法をね解説させていただきましたけども、まあ、かなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思っております。 Amazon ねかなり利用されている方であればですね、ぜひね積極的に狙っていただきたいなというふうに思っております。もしね今回紹介した内容でですねわからないことねもしありましたらですね、コメントいただければ回答ねさせていただきたいなというふうに思っておりますので、そちらもね覚えておいていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。